ヨゼフ・フォン・フラウンホーファーヨゼフ・フォン・フラウンホーファーは、ドイツの工学機器製作者、物理学者である。太陽光のスペクトルの中のフラウンホーファー線工学分野のフラウンホーファー解説に名前を、残している。ドイツの応用研究と技術移転の機関、フラウンホーファー協会は、彼の名前に由来する。バイエルンのシュトラウビングでガラス鏡職人。 フランツ X フラウンホーファーの第11子に生まれた。1797年に母が1798年に父が死んで孤児となり、ミュンヘンの鏡製造業者、PAY ヒゼルベルガーの土弟となった。1801年7月21日に作業場の建物が崩壊したが幸運にも無傷で救出され、 駆けつけたバイエルン選定校、マクシミリアン4世ヨーゼフに、金貨18ルカーテンを与えられ、励まされ、バイエルンの知事を務めた、ヨゼフ・フォン・ウッツ・シュナイダーに見出されて引き取られ、日曜学校に通うようになった。独学とウッツ・シュナイダーの教育と、天文学者であった、ユーシークの喚下によりかなりの知識を身につけ、1806年に、数学機械研究所に入った。 ウッツ・シュナイダーからガラス研磨の仕事を与えられ、1807年には、ベネディクト・ボイエルンの工場で、ガラス製造をしていた、ギナンの研磨助手に指名されたが、ギナンとの仲はうまく、いかなかった。1809年には全く出資していなかったにも、かかわらず研究所の経営に参画指名証も、ウッツ・シュナイダー・ライヘンバッハ・フラウンホーファー工学、研究所に改名されていた。 技難の供給する高額ガラスがフラウンホーファーが希望する屈折率を持っていなかったことが1811年に分かり破局に至った。ウッズ・シュナイダーが仲裁に入って丸く収めガラスもフラウンホーファーも製造させることになり結局フラウンホーファーが工場のすべてを切り回すことになった。高額ガラスの均質性は向上し1813年頃に プリズム分光器を製作し1814年頃、ウィリアム・オーラストンとは別に、太陽スペクトルに約700本の暗線を発見した。1817年に、太陽スペクトルの暗線を基準にして、ガラスの屈折率を測定することとし、これは、工学技術上突起すべき業績とされる。1817年5月3日、バイエルン科学アカデミーの会員に指名され、 1821年に特別会員に推薦され、カール・フリード・リヒ・ガウスなど多くの名士と知り合った。1819年エストニア・タルトゥのドルパート天文大屈折望遠鏡用に有効口径 24.4cm、焦点距離 432cm、F17.7 の大仏レンズを完成し、工芸学校組合員とアカデミー名誉教授の称号を受けた。 またこの年ガラスに、金メッキをして300本、ミリメートルの平行線を刻んだ格子を制作し、光波の解説を研究、当時まだ確立していなかった光の波動説を指示した。1822年、エアランゲン大学から、名誉博士号を授与された。1824年には貴族に助せられ、生に本を名乗ることを許されるとともに、 ミュンヘン名誉市民に衰退された。1825年末の終わりに肺結核への感染が判明、なおもクラウンガラスの製造を起としたが、1826年ミュンヘンで39年の短い生涯を閉じた。死因は肺結核とも中金属中毒ともいう。同地のアルタージュートフリードホーフに埋葬されている。少なくとも以下の事項が挙げられる。 ありがとうございます。